ライクは、三岡自動車が、三菱自動車のアイミーフをベースに改造、販売していた EV 型小型自動車。2010年4月22日に発表、同年6月16日から、販売予約を開始した。ベース車に、クロームメッキを施した大きめの前後バンパーや、重厚感のある、フロントグリルなどを採用することで、存在感を主張。 全長を 3570mm にまで延長した結果、軽自動車枠を飛び出し小型自動車扱いとなった。インテリアもそれに合わせて、リアシート並びにリアドアドリムの形状変更や、シートベルトの追加を施すことで、乗車定員をベース車の4名から5名に増員している。これについては、タクシー用としての需要を見込んでいるためだという。ボディカラーは、前後色を用意。 価格は、アイミフより30万円高い428万円だが、アイミフ同様に2010年度は1台あたり114万円の補助金が政府から交付されるため、実際の支払い金額は314万円となる。また、販売方法は当初、アイミフと同じくメンテナンスリース方式が基本となっていた。販売店舗は、三岡自動車に加え、 法人向け販売窓口として金松と湯浅 M&B の2社が担当する体制をとっている。納車とアフターサービスに関しては当初三菱自動車の販売ディーラーで行うが、ロードサービスについては予約受付開始時に三岡自動車が提供するサービスに変更した。2010年11月26日に IMIF の改良を受け、一部仕様変更。 車両接近通報装置、ACC オートカット機能、ルームランプオートカット機能、ブレーキオーバーライド制御の追加、静粛性の向上、普通充電ケーブルや普通充電ガンのデザイン変更等を行う。また、ライク独自の変更点として、メーカーオプションのプレミアムセレクションにグリルメッキモールを追加した。合わせて、従来からのメンテナンスリース方式に加え、 現金購入による販売も開始された。2011年8月26日に iMIF の改良を受け、マイナーチェンジ。グレード体系をモノグレードから M と G の2グレード体制に変更。MIFOS の改良等でブレーキペダル連動回線ブレーキを追加し、1充電あたりの走行距離を向上。新たに ASC を標準装備し、 ドアミラーを大型化したことで安全性能も向上された。G は運転席、助手席、シートヒーターとこれまでメーカーオプションとなっていた SSD カーナビゲーションシステム三菱マルチエンターテイメントシステムを標準装備化した。普通充電ケーブルは新たにコントロールボックスを追加した AC200V 専用ケーブルのみとなり AC100V 専用ケーブルを メーカーオプションに変更。ボディカラーは、ホワイトソリッド、クールシルバーメタリック、ブラックマイカのシックな3色に整理された。車両本体価格も見直され、G は従来型から18万円引き下げられ410万円に、シングレードの M は290万円に設定した。なお、国の EV 補助金が交付された場合、実質負担額は M が218万円。 G は従来型と同じく314万円となる2012年7月シートベルト安全基準の法改正により販売を終了した。ありがとうございます。